皆さんこんこにちはマママです今回は令和3年度前期保育士試験造形の課題をやってみたいと思いますこの動画は私マママが実際に試験を受けているように撮影しその映像を見ながらお話しさせていただくという形で進んでまいりますそれではまず試験課題への時間配分についてお話しします 大まかに分けて5つです1問題を読み絵の構図を練る5分2下書きをする10分3ペン入れをする縁取りですね10分4色塗りをする15分 以上の合計40分で書き上げることを目標に試験前も試験の当日も行いましたそして最後の5つ目見直しということで5分塗り忘れているところはないか薄くなっているところはないかなど絵を最終確認してきれいに仕上げるよう努めました続いて問題を見ていきましょう 事例や条件のキーワーワドを拾っていきます私の場合5 w 1 h に沿って問題を見ていきます誰がいつどこで何をなぜどのようにを意識することで描く絵のイメージがつきやすくなるからですわかりやすい順番で見ていきましょう 「どこで?」では「H 保育所の園庭砂は?」ということがわかります。「誰が?」では「H 保育所の4歳児クラスの子どもたち」条件を含めると3人そして保育士1人ということがわかります。何をしているかというと「園庭での砂遊び」。続けて どのようにでは保育士とシャベルやスコップを使って穴を掘ったり水場から水を運んで川や池を作ったりして楽しんでいるということが読み取れます。なぜに関しては事例や条件には特に載っていないようなので回答者自身で表現していくことが必要です。あまり深く考えず、 楽しい保育現場をイメージして考えてみましょう「いつ?」についてですがこちらも回答者で考えていく必要があるかと思います時間帯についてはだいたい午前中では11時ごろ午後では15時ごろといったところでしょうかここもあまり深く考えなくてよいかと思いますただ「水を使う」ということが書いてありますので 暖かい季節をイメージしてみるとより良い絵が描けるかなと思います以上のことを踏まえ絵の構図を練りラフ画を描いてみました今回はこのように描いていきたいと思います次に時間短縮のコツについてお話しいたします試験時間は 45分ととても短いです課題の内容も当日発表なので絵を描くだけではなくどのように描くのかも考えていかなくてはなりませんそこで私が取った対策はこちらです1つ目に消しゴムは使わない2つ目下書きは薄橙色で描く 3つ目に色鉛筆を使う順番明るい薄い順番に並べておく4つ目色鉛筆の本数を絞る5つ目に色鉛筆を行ったり来たりさせないですこれらのコツについては動画の中で詳しくお話しさせていただこうと思いますのでこのまま ご覧くださいはいそれではお話ししていたら5分経ちましたので下書きに移りたいと思います開始5分では問題を読み構図を練ることに専念していたので回答用紙に初めてペンを入れていきます実際本番では下書きは薄大色で書いていたんですけれども 前回の動画を見ていただけた方はお分かりになるかなと思うんですけれどもほとんど見えなくなってしまいましたので今回は橙色で描いてみました一番最初のペン入れては絵の消失点を設定しました絵の空間の奥行きや高さ広さを設定しましたこれを大体でもいいので決めると少し描きやすくなるかと思います ここで、えー、使用する色鉛筆をご紹介させていただきます先ほど少し映っていたと思いますがこちら株式会社トンボ鉛筆様の CBNQ の36色ですでこちらから12色薄橙、い木黄緑水桃橙、い緑 赤青紫茶黒を使わせていただきますそれではしばらく下書きを見ていきましょう見ながら少しお話しさせていただきますそうですねオレンジでも薄いですねすみません で、先ほどお話ししたんですけれどもコツとして消しゴムは使わない下書きは薄だいだいを使う薄だいだいは力いっぱい書いてもそんなにやっぱ濃くならないんですよねなので重ね塗りするとほとんど消えてしまいます下書きをした後に他の色を塗っていけばほとんど目立たないので消しゴムを 使う手間が省けるかなと思います例えば黒とか鉛筆とか焦げ茶とかで描くと確かに見えやすいんですけれどどうしても完成した絵の綺麗さといったところあと消しゴムを使わなきゃいけないといったところに良くないところが生じてしまうのかなと思います。 下書きなんですけれども結構細かく書いています、まあ、下書きが一番重要なんじゃないかなぐらいの気持ちであの取り組みました、まあ、理由としてなんですけれど下書きがしっかり決まることによって次の工程のペン入れ色塗りでその作業にしっかりとあの集中することができるようになります、まあ、下書きをしっかり決めることによって ま迷う時間と言ったらいいんでしょうかねそのあたりをま省くことができるのではないかなと思いますただ人物の顔のパーツ目や鼻口に関しては下書きはしませんでした練習していて背景やま人の体に関してはまあまあうまく書けるようにはなれたんですけれども どうしても顔だけは下書きの通りに書くとなんかこうずれてしまったりちょ,ちょっと違う思ったと違う表情になってしまったりということがあったんですね。である時あの下書きなしでいきなり書いてみたんですねペン入れをしてみました。でそうするとなんかこう下書きにまとらわれるとらわれないといったらあれなんですけれどまその書いた絵の雰囲気に合ったような まあお顔を描くことができたので私個人としてはそっちの方がいいのかなと思って下書きはなしにするようにしました、まあ、この子どもたちと、まあ、保育士さんの、まあ、目が合うようなそういった絵を描きたいなと思っている時なかなか描けなかったんですよね、まあ、本当は下書きした方が良いのかなとは思いますが、まあ、意外といけたなと いうことで、まあ、実際本番でもそのように書いてみました。今回ももちろんそうですね。<music> まあ、あと、気にしたことについてですが。まあ、絵の構図に関しまして。一番最初に思いついた構図を。絵に。 まあ書くようにしましたまた、あ、ただ単純にその一番最初に思いついたものがまあ自分の自信のあるもの、まあ、あるいは自分の書きたいものなんだろうなというのがこう練習していて、まあ、なんとなくなんですけどそういうふうに感じたんですね。いろいろ課題対策していくと、まあ、ある程度少しずつなんですけれど、まあ、引き出しというか、まあ、あのバリエーションが増えて、まあ、どれにしようかなこっちの方がいいのかなって考えてしまうこともあるかなと思うんですね。 まなのでま迷わないためにも時間のロスをしないためにもま自分の中でまあそういったルールを決めましたとにかくもうこれと決めたらもうひたすら下書きをいっぱいしましたペンもま頭も止めず50点満点でま制限時間45分、まあ、1分1点というような意識で取り組むのも良いかなもしかしたら良いかなとも思います まあなので、まあ、練習の段階ではいろいろな条件にチャレンジしていくのが本番にとってとても良いことなのではないかなと思いますそうですねあとは下書きを書いていく、まあ、ものの順番なんですけれども、まあ、どの順番でも書きやすい順番で書いていただければと思うんですがやっぱり絵のメインは ま、子供たち保育士さんなので、まあ、人物を最初書いていくのがいいかなと思います。まあ、人物がおそらくほとんど多分1番手前ぐらいに来るかなと思うんで、手前に来るものを先に書いた方が、あとは背景を描くといった形になるので、絵のまとまりも分かりやすいのではないかなと思います。 はい、えっ、ー、とえんを茶色に持ち替えたのでペン入れに入っていきますお10分経たずにいいペースかもしれません、はい、改めましてあのペン入れは茶色で書いていきます人物も背景もすべて茶色で縁取りをしていきました で手前側の男の子から書いいていますねで先ほど少しお話ししましたが、まあ、人物を描くと、まあ顔からではなく、まあ、体から描いてみるっていうのも一つの手になるかもしれません私の場合ですが、まあ、下書きである程度うまくいったなハマ、まあ、ったなと思ったら、まあ、顔からはほとんど描くんですけれど、まあ、なんとなくこう,うまくいきそうにないなうまくいってないなと思った時体から描いてその絵の様子を見る。 ということを取ったりもしましたこちらは手前左側の女の子ですねあ子供たち えと3人ということなので、ま、男の子女の子どうしようかなって考えたんですけれども、ま、前回も、えー、書いた時もそうだったんですけれど、ま、保育士さんを、ま、女性の方にしようかなと思ったので女の子1人男の子2人書くということにしましたで先ほどまあ 大体人物が一番手前だろうと話したんですけれどもこの絵で一番手前に来るのは、えっと、砂のお山です。で左の、えー、少し後ろ奥側に、えー、と男の子をもう一人、えー、と描いてますね。 でこの男の子とあと、えー、その隣に先生を描くんですけれども、まあ、なんとかこう目が合うように描、まあ、きたいなと思って、まあ、ペン入れをしていきました。 で、こちらが、えー、先生ですね。あ、男の子に戻りましたね。あ、髪の毛描いてますね。まあ、お外遊びだったので、まあ、帽子を着用というやっぱ印象イメージがまあ、あるかなと？とまあ、思いますので。まあ、もしかしたらまあ、書き忘れるということも。まあなくはまあ、まあ、多分可能性としては十分あるのかなと思います。 先生に帽子どうしようかま迷ったんですけれどまあここはまなくてもまあどちらでもいいかなと思ってえっとなしにしました。 人物を描くときもやはりあの手前の方から手前に向いているところからまあ書いていくというまあペンを入れていくということはやっぱりえときれいに仕上がる部分なのかなと思います。 大体の人物が書き終わえたようなので、えっ、ー、と、背景を書いていきます。まあ、今。まあ、この段階で言うのは早いかなと思うんですけど、背景頑張っていっぱい書きました、まあ。こんなに本当はいらないと思います。園庭ということがわかるように書く。 まあ必要はあるんですけれども、まあ、ここまで書く必要はなかったなって正直思いましたちょっと欲張っちゃったかなと思います、まあ、ただもしあのまあこの絵で少しでも参考になればと、まあ、なればいいなという思いでございますそうですねお砂場の外のお砂場の囲ってるブロックを書いて今 その近くにある鉄棒をいいていますね鉄棒の棒なんですけれどあの茶色にしましたであんまり太くない細い線とかであればも茶色でそのまんまあの塗ってしまってもいいのかなと思います。 で、ここに、あの、お砂場で使える道具入れを書きました。そうですね。はい、いや、まいらなかったかな。いや、あっても良いのかな。と思うんですけれど。まあ、その辺に散らばってるのもなあ、なんて思いながら、えっ、ー、と。まあ、書いてみました。 で少しえっと迷ったんですけれどあと水を使ってるというまあまあ問題あの事例にあの書いてあったかなと思うんですね水場から水をという表現がなので水場を書こうか迷ったんですけれどまあやっぱりせっかくなんで書きました結構大変大変というかまあそうですね 一生懸命描きました <laughs> まあもちろん書かなくても全然良いかなと思います。あのバケツで例えば水汲んでる様子とかそうですね。あとはうんそうですね。ホースとかあとはまあバケツというか桶で水持ってきてるとかそういったところでも全然いいのかなって思います。あのじょうろとか使って持ってくるっていうのも全然ありなのかなと思います。 ここまで来るとなんとなく絵が見えてきたかなと思いますで20分が経ちました残り25分ですねちなみに水あと水道は あのポンプ式にプッシュ式にしましたとはい、えー、では鉛筆を茶色から、えっと、持ち替えたのでここで 色塗りりに入りますすそうですと本来、えっと、薄い明るい色、えっと、薄橙々か黄色から描くはずだったんですけれども間違えてオレンジ橙々持ってあ今持ち替えましたねえ残り23分ほどということでとてもいいペースなのですがやはりすみません時間配分など言っておきながら 見直ししに時間が取れませんでしたギリギリの勝負となりますのでそのまま、えー、最後までご覧ください、はい、黄色なんですけれどその黄色で塗るところ以外あの特に何もないところは黄色で塗りましたと今回は円帝のまあ園庭の、まあ 砂場でないところの床の部分保育室内を描くときは保育室内の床とか壁を黄色で塗ることが多かったですあと今回はあの砂場の部分の重ね塗りをしたので黄色でも塗っていたかなと思いますと床の塗り方なんですけれど消失点最初に決めたところに向かって引いていくととまとまりの絵になるかなと思いますあるいは 今回は1、えー、点消失消失点が1つなので、えー、と紙と平行に横に引いていくという方法もあるかなと思います、えー、ここで最初お話しした、えー、コツについて説明していきますまずあの見ていただくと色鉛筆見ていただくと分かるんですけれど使ってないところですね、えーとまあ、薄い順明るい順に左から、えー 右に向かって並んでいます。まあ、理由としてはあの暗い色を塗ってしまうとまあ、どんなに明るい色をその上から乗せても色が全く乗ってくれないからですね。まあ、色鉛筆はそれぞれやっぱり重ね塗りをすることによって、まあ、その深みというか温かみが増すま画材かなと思いますので、綺麗に仕上げるためにも明るい色、薄い色から塗っていくのが良いかなと思います。 あともう一つのコツですね、まあ、色鉛筆の使う本数を、まあ、12本12色にしました、まあ、これは実際練習してみて、まあ、使う色ってほとんど決まっているなという印象を得たというのが最も大きいかなと思いますまあ本当はあの自分あの私自身があまりこう色を使うっていうのが得意ではないというかうまく ううまくできるように、まあな,らな,まあ、ならなかったといったらあれなんですけど、まあ、なかなかこう時間がかかりそうだなということでここはもう少ない本数で目いっぱい描こうというふうにあの割り切ってと取り組むというか試験に挑むように決めました、まあ、確かにあのいろんな色を使えた方がもちろんきれいになると思いますしあの色を使うのに自信のある方はたくさんの色を使った方が、まあ、華やかな絵になることは絶対間違いないと思います まあ自分に関してはその色がいっぱいあるとまあ使いこなせない、まあ、あとどれ使っていいか迷ってしまうっていう部分がやっぱあったので、まあ、そういうふうにあのそういった決断に至りました、えー、それで最後のコツということで色鉛筆を行ったり来たりさせないということなんですけれどどういうことかと言いますと、まあ、今例えば薄台持っているんですけれど 薄代でで塗塗れるとととこころをままず全部塗ってしまうといういすえ例えばなんですけどここでじゃ次代々行きましたでやっぱり薄代戻りましたで終わったんで、えっと、水色行きましたでやっぱり戻って薄代々行きましたのようにまあ行ったり来たり同じ使ってた色をまた使うでまた戻るというふうにあの 行っったたり来たりり来しししてているとそのの分やっぱり時間っていうのはロスしてしまううかなと思うんです、ねまあもちろん100%その色で全部塗るというのはなかなか難しい多少の行ったり来たりはある方なと思うんですけどなるべく1回その色を手放したらもう使わないぐらいの気持ちで練習してみると時間の短縮に、まあ、少なくともつながっていくんではないかなと思います。まあ、もちろん まあ最後全部塗り終わって、まあ、ここ塗り足りないなとかあ塗り忘れてたなといった時はもちろん絶対に使うんですけれどとにかくもう全部塗ってしまいたいので塗り終えてしまいたいのでなるべくこれで時間を少しでも省いてなるべくその同じ色で塗っていった方が良いかなと思います。 はい、以上で、えー、動画の冒頭でお話ししました5つのコツについてすべ、えー、てお話し終わりましたので、えー、これからは、えー、動画を見ながら少しずつお話しさせていただきたいと思います、えー、果たして、えー、45分で書き終えることができるのかというところもあるんですけれど、まあ、書き上がっていく様子を見ていただければと思います はいえー、と色は、えー、黄緑まで来ましたね。あ戻りましたねあ。どっか書き忘れたところがあったようですね。茶色を上に置きましたね。まあ、おそらく。 もしかしたらまた使うだろうというところだったと思います。とこれはそうですね円の保育所の、えー、外の木ですねを塗ってますね。 で木の縁をまあ書き忘れたということですね。これは砂場にあるじょうろですね。で、桃色に持ち替えて。 女の子のお洋服塗ってますね。 そうですね、えっと、背景にいろいろなものを描いたので色を塗るところもやはり多いです、まあ、でも本当にここはもうひたすらただ塗るきれいに塗る丁寧に塗るというところだけだと思います これはあれですね、保育所の壁、保育園の壁ということをですね、塗っているところでえっと30分経ちました、残り15分です。壁自体はあのまあっすぐ垂直に立っているので、塗り方も上から下、上から下で良いのかなと思います。 はいえー、と続いて水色ですねおなんか鉄棒も鉄棒っぽくなってきました、まあ、外の、えー、お空の色を水色に塗っていますね 使っている、えっと、紙なんですけれど、まあ、実際は、えー、1 9 0ンチ十1 9 c m かなと思うんですけど、えっと、これは 21cm21cm、えー、ですね,ですね、まあ、実際の,あの回答用紙はちゃんとあのなんもうちょっと大きい紙で、えっと、この枠内に書いてくださいという指示があるのであのこういったあのギリギリに塗るということはないかなと思うであのでしっかり塗れると思います まあ、たくさん練習しようと思って、あの、本当コピー用紙、A4 のコピー用紙をその21、21で、えっと、切って書くということをよくやっていました。やっぱ実際よりもあの大きい紙で練習した方があの私は良いかなと思います。やっぱ小さく書くということよりも大きく書くことにやっぱ慣れてないというところがあるかなと思うんで、 大きく書くという意識をやっぱり普段から持っていくと本番でもまあ焦らずにえっと書けるのではないかなと思いますはいえっと「お山のトンネルに水が流れました」 うん、この水が流れる瞬間っていいですよね。この水は、あの水道の色。非常に迷ったんですけど。 あのまあ、水色と、まあ、最終的には青を使って2色で描きました、まあ、だいたいイメージすると、まあ、灰色とか、えー、そうですね薄大体とかそういうのも多いのかなと思ったんですけど、まあ、あの灰色を使うと少しあの寒い印象あの冷えてる印象と言いますかあの、まあ、ちょっと 偏見みたいな感じでちょっと申し訳ないんですけど、まあ、温かみがあんまりなくなってしまうかなっていう部分もあったので、まあ、水ということで水で塗りました。 先生がえっ、ー、とバケツに水を汲んでそれをえっ、ー、と子供にえっ、ー、と渡しているという絵を描いてみました。非常に危ないことをしたなと思います。あのそうですね、描くのも結構ちょっと難しかったといえばまあ、難しかったですし、まあこの状況って大丈夫なのかなっなてちょっと思っちゃいました。 先生がの道具を渡すところとか、えっと、もう水を流している様子にしようかといったふうにも考えたんですけど、ちょっと冒険してみました。はい、えっと、35分が、えっと、気づいたら経っていました。残り10分ですね。本来は、えっと、色塗りは目標ではあと5分といったところで、 残り5分で見直すというところだったんですがはいえっと色塗りをえっと見ていただければと思いますまあここもあんまり <laughs> まあ 必要ないと言ったらもうちょっと根も葉もなかったんですけど、まあ、裏口につながるドアっていうような形でイメージして <laughs> はい書いてみたところですで男の子の靴男の子一人の靴はあと長靴を書いてみました まあお砂場遊びで長く使う子もまあいるとは思いますあの雨降ってない時でも、はい、と赤まで来ましたあとは赤青紫茶黒といったところですね さらに、えー、トンネルに水が流れていきます。いやこれ問題見たときに、その水流すところを描きたいなってすごい思ったんですよね。もうなんとなくその昔を思い出してではないんですけど、あのあと子供たちがとねお砂場で遊んでる姿を思いながら、まあ、描きたいなって思い思ってしまいました。 なので、あまりこう、スコップ、シャベルで掘ってるというか、使ってるっていう様子は描けてないんですよね。ちょっと問題に沿ってない部分が出ちゃったかなと思って、ちょっと申し訳ないんじゃないんですけど、せっかくなんで、こういった絵も見ていただければなーって、温かい目で見ていただければと思います。 蛇口を書き終えてみつばが完成しました、はい、えっとこれはえー、そうですねの。 窓を塗っていますね。 はいえー、青が終わって紫に移ります、えっと、ここで、えー、と鉄棒が完成しましたでお砂場の、えー、遊ぶ道具たちの箱を描いているところで、えー、と40分経ちました 本来は、えー、とここから、えー、とここで書き終えて見直しするところですが、えー、とすみませんくどくて失礼いたしましたあでも実際それずっと練習の時からあとの5分前には終わらせようという意識で取り組んで、まあ、本番も実際、えー、と5分は残して終わることができたかなと思いますでそこでやっぱ見直しして、えーと そうですね足らないとこ塗ってまあきれいにしてっていう形を取ることができましたそうですねこれ裏口のさっきお話し,したドアなんですけど下封鎖しとかないと。 あの子供たちが出てってしまうななんてふと思ってしまったんですね。で木の板を張って封をしました。 黒は今回は使ってないかなと思うのでこの茶色でとりあえずは最後かなと思いますまだ実際だから使ったのは11色11本ということになります 前の動画でもちょっとお話ししたんですけど、まあ実際試験の時にその周りを見て、まあ実際わかんないですけど、その12色だけあの机に出してる人っていたかないなかったんじゃないかなって思います。あの、まあ、多く持っていくことは本当は、本当はいいと思うんですけど、まあ今思えばの12色だけ よく持ってっていたなと思いますあの。多く持ってった方が何かあった時のためにアクシデントあった時のためにまあなんとかなるかなと思うんであの持っていく分には多く持ってった方がいいのかなと思います。 先生の足ズボンを塗り忘れてましたそうですね靴も忘れていましたね なんか先生本当申し訳ございませんいろいろ忘れてましたさあ気がつけば時間ももうすぐ44分残り1分というところまで来ました 急いいで、えー、とお砂場を、えー、塗っていきます、まあと薄橙々でもあの黄色あるいは代々でもある程度少しはずつは塗ってはいるので全、ま、く色ついてないというふうに捉えられることはないかなとは思うんですけれど。 やっぱりお砂場っぽさを出すためにはこうやって少しでも重ね塗りしたいなと思いましたはいあと10秒ですね、えー、こちらで完成ということですねギリギリはいそれでは45分経ちましたので終了です はいそれでは、えー、なんとか無事に時間内に書き上げることができましたやっぱり45分は短いですねあっという間の45分間でした絵についての感想ですが前の動画でも言ったようないや言ったことなんですけどやはり人をもっと大きく描きたかったです 人物は大きい方がやはり生き生きとした絵が絵になるのではないかと思います人物以外の背景もあまり描かなくて済むようにもなると思いますただこの絵に関してはそうですね、まあ、砂遊びをしているお砂場遊びをしているという様子は描けたのではないかなと思います果たしてこの絵が一体何点になるのか皆様も 採点添削等をしていただけたらと思いますその上でうまあ、上手いな下手だなだけではなく皆様の課題への取り組みに対してほんの少しでもプラスとなればとても嬉しく思います今改めて思うことですが動画の冒頭で試験の時間内に書き上げるコツをお話ししましたが 最も大切なコツとはとにかかく試験対策をしっりるこの動画はあくまでも私が試験合格のために行った一つの対策の例にすぎませんいろいろなやり方や考え方を試してみてご自身に合った対策やコツを見つけていただければと存じますそれに伴い 皆様からのご感想ご意見をお待ちしております描き上げた絵についてや課題への取り組み方についてなど何か感じるところありましたらコメントいただければと思います他にもやってみてほしい課題条件や他の過去問も見てみたいなどありましたらお気軽にご要望ください少しでも 試験のご参考となりましたら幸いです以上で今回の動画を終了いたしますチャンネル内容や動画にご興味いただけましたらチャンネル登録と高評価をお願いいたします最後までご視聴ありがとうございましたよろしければまたお会いしましょう